ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ、霊夢はソニックブームって知ってるか？なんだろう。ソニックなブームのことじゃないかな。霊夢、わからないことはわからないと言っていいんだぜ。わかりません。はは。まあ、実際日常生活の中で、なかなかソニックブームという言葉とは遭遇しないだろうから、ソニックブームが何かと聞かれても意味が全然わからないという方々も非常に多いと思うぜ。だよねー。で、そのソニックブームって何なの？超音速機の超音速飛行により発生する衝撃波が生む、轟くような大音響のことだぜ。かつて超音速で飛ぶコンコルドという旅客機が存在していた。しかしコンコルドはいつか空を飛び交うことをやめてしまった。それはどうしてなの？そこにはソニックブームがあり、ソニックブームが様々な問題を引き起こすことになったからだ。今日はソニックブームについて詳しく解説していくぜ。はい。一体ソニックブームって何なんだろう。視聴者の皆さんも、ぜひ楽しんでいってねー。ソニックブームはなぜ起こるのか？その1、ソニックブームとは、音というものがどのようなものかといえば、音は音波という波のことであって、空気を振動させることで人たちの耳に届く。また、音というものは人の耳の中にある鼓膜を振動させることで聞こえているんだ。へえ、音って波として私たちの鼓膜に伝わっていたんだね。ああ、ちなみに音速と同じく並行して進行した場合には聞こえないという現象が起こるんだぜ。ええ、そうなの。どうして聞こえないの？音の波のスピードと聞く立場の人の移動スピードが同じを維持している限り、音は人に追いつくことができないから聞こえてこないんだ。ふん、そうなんだね。そして、ソニックブームとは、超音速機の超音速飛行により発生する衝撃波が生み出す、地上まで響き渡るような大音響のことなんだぜ。わあ、なんだかすごそう。超音速って、音速を超えるスピードのことなの。そうだぜ。つまりソニックブームは音の電波の自体よりも、速い速度で飛行することで発生するんだ。いや、そんなことが実際に起こるんだね。起こるんだよ。さらに、ソニックブームは音速を超える瞬間だけ発生するというものではなく、超音速で飛んでいる期間ずっと発生し続けるんだ。なんだかとんでもない事態になりそうだね。その通りだぜ。空気中で、音が伝わるスピードは、秒速約340メートル。音速はかなり速いスピードなんだ。実際に音速のスピードで移動する乗り物があったんだぜ。あ、わかったよ。それがコンコルドだったんだね。そういうことだ。かつて音速スピードの2倍という速度で飛行していた事実があるぜ。ひえー、そんな乗り物を人が作った事実もすごいね。ソニックブームはなぜ起こるのか？その2、コンコルドが作られた経緯。1947年10月14日、もうすでに遥か昔のことだけれど、実験機ベル X1 は4万フィートを超える高度で音速を突破することに成功したんだ。世界で一番最初に超音速体験をしたのはチャック・イェーガー氏だ。しかし、当時、チャック・イェーガー氏が超音速で飛んだ事実は、ひたすら秘密にされていたんだぜ。ええー、そんなにすごい事実がどうして秘密にされていたの？アメリカは、このプロジェクトをトップシークレット扱いにしていたからだ。しかし、そのような扱いをするものの、すぐに超音速のニュースは世界中に広がり渡ることになった。1950年代といえば、宇宙開発競争が活発化していた時期だけれど、成層圏でも超音速というワードで非常に盛り上がりを見せていたんだ。そうなんだね。それって効率よく人々を移動させる手段であり、地球を小さくするプロジェクトだったんだね。そんなとこだ。コンコルドが真剣に作られたのは、政治的理由も大きく存在していると言われているぜ。うわぁ、やっぱり政治が関わってくるんだね。ああ、コンコルドの実現は、ヨーロッパがアメリカに打ち勝つための手段だったという捉え方もすることができる。一時、地球を周回する軌道にソ連が人工衛星を投入。アメリカが追いかけるという展開の宇宙開発競争が勃発したことがあった。その時イギリスはほとんどよその傍観者という立場に過ぎなかった。ふんふん。しかし、ここに超音速旅客機の争いが起こり、まだまだイギリスにもそのチャンスは存在していたことがわかった。アメリカは、小型の超音速旅客機を作ろうと思って計画が頓挫していたようなところがあったからな。なるほど。それでも、当時まだイニシアチブはアメリカにあったと言っていいんじゃないの？まあ、その通りだな。イギリスは、その時超音速旅客機を作るためには莫大な資金が必要なことに気づいたんだ。確かにとってもお金がかかりそうだよね。そこでイギリスは真っ先に協力者を求めたんだ。一体誰に協力を仰いだの？
イギリスは、なんとその時アメリカに救いの手も求めていったんだぜ。めっちゃライバルじゃないの。だな。もちろんアメリカには協力を断られてしまったんだ。イギリスは、次にフランスに協力を求めた。1962年のことだな。1962年、イギリスとフランスは、エイフツ・コンコルド協定に調印して、世間をあっと驚かす超音速旅客機の開発を目指していくことになったんだぜ。協力を諦めないあたり、さすがイギリスだね。イギリスには、その時政治と国の威信がかかっていたからな。そうなんだね。その時コンコルドという存在は、人々をスピーディーに目的地に届ける便利な飛行機という意味合いではなくて、自分たちがアメリカ以上の存在であることを知らしめるための、手段だと思っていたに過ぎなかったのかもしれないね。うむ、そうとも受け取れるな。コンコルドは何としても妥協なく完成を目指していかなければならないものだったんだ。そもそもコンコルドという言葉は、どういう意味を持っているの？コンコルドは、女神、コンコルディアに由来する意味を持つ言葉なんだ。また、そこには、調和であったり、協調という意味合いがあるぜ。じゃあこのネーミングは、フランスとイギリスが共同で作る飛行機に対して、うってつけの言葉だっていうことができるね。そうだな。そしてこの未来に対しての挑戦を任されたのは、フランスのアエロスパシアルエアバスと、イギリスのブリティッシュ、エアクラフト、コーポレーションだった。両社は現在存在している飛行機の延長線上で超音速旅客機を製造するという姿勢ではなく、飛行機をゼロ状態から作り直しする意識でチャレンジしたと言われているぜ。へえ、双方の覚悟が伝わってきて、なんだかかっこいいね。ああ、ただし、肝心のスピードに対しては実現はそれほど難しい問題ではなかったんだぜ。それは戦争でお互い国が武器を競争して作り、1960年初頭には音速を超えるスピードの飛行というのは、夢のことではなく当たり前の問題にもなっていたからだ。戦争で勝つ手段は相手国よりもすごいマシンを作ることだったんだね。けれどそれでも、戦闘機と旅客機は意味合いが違うものだ。コンコルドは乗客を大量に乗せて飛び上がらなければならないもんね。そうだ。かつ、スピードは超音速で、だぜ。これはすごいことだ。コンコルドは、ロールスロイスのアフターバーナージェットエンジンの排気に対し、もう一回燃料を吹きつけ燃焼させ高水力を得るマシンを4機備えていた。それは戦闘機と同じもので1機は約17トンの水力を生み出すことができるんだぜ。わぁ？さすがだね。だろ。また、ブレーキシステムには改良を加えて、音速以下の飛行機に比べて、はるかに高スピードで着陸しても損傷なく滑走路に降り立つことが実現したんだ。また、飛行している最中は機首の温度が130度超えすることがあるという。そのための技術改良も重視したんだぜ。反射性の高い白い塗料を使用することで熱を発散する技術が加えられるようになったんだ。新しいことを生み出すことによって、どんどん進化していくね。そうなんだよ。さらにコンコルドの注目ポイントは、三角形のデルタ翼だ。コンコルドは三角形のデルタ翼のおかげで、超音速飛行を持続させることが可能になったんだ。それと比較をすれば他の改良ポイントなど取るに足らないものだとさえも言われているぜ。ソニックブームはなぜ起こるのか？その3、コンコルドとはどのような飛行機だったのか。ねえ、マリサ。コンコルドって、一体どんな飛行機だったんだろう？コンコルドは人類の偉大な発明だったのかもしれないけれど、とても厄介な発明でもあったんだと思う。それはどういうことなの？この後詳しく話していくぜ。コンコルドが空へと飛び上がったのは、1793年のことだ。その勇姿はパリ航空ショーにおいて20万という群衆が目撃していたんだぜ。当時、多くの人たちがコンコルドこそが空の主役と考えていたんだ。ひゃあ、20万もの群衆が目撃していたなんて、いかに注目されていたのかがわかるね。そうだな。コンコルドには超音速での空の旅というコンセプトがあった。音速を超えることができれば、私たちは、そのようなワードに果てしない夢を見続けていたんだろうね。しかし、同じパリ航空ショーで、ソ連の Tu-144 が不幸に見舞われることになってしまったんだ。ソ連の Tu-144 って何のことなの？ソ連の Tu-144 は、コンコルド同様にして、超音速を意識して製造された飛行機のことだぜ。このソ連の Tu-144 は、上昇している最中に突如方向を変えてしまうというトラブルが起こり、まるで石が落下していくような感じでバラバラに墜落してしまったんだ。その時、飛行機の乗員6人と地上の住民8人が犠牲を生むことになったんだ。ひえー、ご冥福をお祈りいたします。パリ航空ショーでは、そのような悲劇と遭遇してしまうことになったんだね。ああ、残念なことだ。
けれど、そのような悲劇に見舞われたものの、それは超音速の幕開けの時代であり、華やかな雰囲気の方が上回っていたのでは、という見方もあるんだぜ。ふん。ちょっと不謹慎な気はするけどね。1976年から2003年までの時代、コンコルドは移動時間を半分に削減したんだ。ニューヨークからロンドンまたパリの間をたった3時間半という時間で繋いだんだぜ。まあ、それはすごいことだよね。スピーディーに飛ぶことができればできるほど、私たちは遠い世界を身近と感じることができて、地球の大きさを小さく感じることができるもんね。そうだな。文明はこのようにしてどんどん進化していくんだ。超音速は時代の進化と言っていいだろうな。そうだね。コンコルドの飛行高度は5万フィート以上で、窓から外を見れば、地球が丸いこともありありと確認することができるんだぜ。へえ、私も空から地球が丸いことを確認してみたいな。一方でコンコルドを飛ばすのには、相当コストがかかってしまったため、かなり高額でなかなか容易には乗ることができない乗り物だったんだ。超音速飛行時の空気抵抗の増加増波抵抗によって起こる燃費悪化が原因だったんだぜ。あらら、そういった意味では、まだまだ身近な存在ではなかったみたいだね。ソニックブームはなぜ起こるのか？その4、コンコルドは話題の渦中登場するが、ひっそりと姿を消す。コンコルドは、実際にどのような旅客機よりもスピーディーに飛ぶことができたのは事実だ。時代はコンコルドと共に進化していくように思えるね。だろ。けれど、1970年代は環境保護運動が盛んになった時代だとも言うことができるんだ。そうなればコンコルドという存在は相反するものであり目の敵となってしまうこともある。っていうと、そこには耳を塞がなければならないソニックブームがあり、多くの国がコンコルドを上空で飛行することを禁止してしまったんだ。じゃあ、コンコルドは海上でしか飛行することができなかったっていうの？そういうことだぜ。ソニックブームは、エンジンの騒音。そんな中途半端なものではなかったんだ。コンコルドから発生するソニックブームは、地上のガラスをことごとく割ってしまうほどの破壊力を持っているからな。ひえー。それなら、窓ガラスを多く持つ住居との共存はできないっていうことになるよね。そうであれば、やっぱり住居が優先されるべきだもんね。そうなるよな。さらにソニックブームは、50km 先まで轟音を響き渡らせる問題があった。なるほど。コンコルドが頻繁に空中を飛び交ったら、人間のストレスも相当累積してしまうことになるね。今後、人間の精神に病がもたらされることも間違いないよね。想像がつくよな。そして、コンコルドは墜落事故を引き起こしてしまうことになったんだ。それは2000年7月のことだ。2000年7月、エール、フランスの4590便が離陸直後に墜落事故を起こしてしまったんだぜ。また事故があったんだね。原因は何だったの？離陸中に破裂したタイヤの破片が当たって、燃料タンクが破損したのが墜落の原因とされている。この事故は109名の乗員乗客全員が死亡してしまった悲惨な事故だったんだ。そうだったんだね。この事故は防ぐことはできなかったのかな。実際にこの事故は、適切でない状態のタイヤを状態のいいタイヤに交換することによって、事故を免れることができたとも言われているぜ。しかしいずれにしてもコンコルドに対しての厳しい見方は、事故によってどんどん悪化していくことになったんだ。さらに2001年9月11日に、テロリストたちがアメリカで起こした事件もまた、コンコルド廃止に対して拍車をかけたとも言われているぜ。そして、2003年平成15年、コンコルドは一機も空を飛ばなくなってしまったんだ。いろんな事件や事故が重なって、コンコルドは空を飛ばなくなったんだね。ああ。しかし、何よりもコンコルド廃止の原因は、価格が高すぎてお客様が敬遠してしまったからだったんだ。ええー、そうなの。実際問題、コンコルドの料金はいくらだったの？コンコルドに乗るには、ニューヨークからロンドン間でも、往復で通常の約10倍にもなる120万円以上の料金を払う必要があったと言われているぜ。ひゃーと、とんでもない額じゃないの。これじゃやっぱり高すぎて。どんなにスピーディーでも我慢してもっと安い飛行機でいいと思っちゃうよ。だな。私もそう思うぜ。ただ、コンコルドを製造した人々の精神が全部消えてしまったのかといえば、それも違うと思うぜ。現在でもコンコルドのエンジニアリング精神は脈々と生き続けているってこと？そうだぜ。今度、超音速旅客機が登場した時には、コンコルド以上のすごい飛行機が私たちの目の前に登場することになるかもしれないぜ。それはコンコルドという形ではなく、静粛超音速機としてだ。ソニックブームはなぜ起こるのか？その後、静粛超音速機 QSST の開発。
人類は、超音速旅客機、超音速機の夢を諦めていなかったんだ。それはどんな形で次のステップに進んだの？2016年2月29日、アメリカのロッキード・マーチン社と NASA 連邦航空宇宙局がタッグを組み、ソニックブームの発生を軽減する静粛超音速機、X-59QSST クワイエットスーパーソニックテクノロジー低ソニックブーム静粛超音速機を開発しようとしていることが分かったんだよ。へえ、超音速旅客機が静粛超音速機であるのなら何も問題はなさそうな気がするね。人類はやっぱり賢い頭脳を持ち、失敗を反省し、未来へと突き進んでいこうとしたんだね。ただこれにも莫大な費用がかかっているんだぜ。静粛超音速機 QSST の開発費は2000万ドルなんだ。わぁ、とんでもない費用がかかっているねー。ちなみに静粛超音速機の速さはどのくらいなの？静粛超音速機は一般的旅客機の飛行速度の2倍弱に匹敵する、マッハ 1.4770km/h での飛行が可能なんだ。つまり静粛超音速機は音速 1.4 倍で飛行することができるんだぜ。おお、すごいね。もうすでに静粛超音速機の飛行実験は開始されているの？開始されているぜ。ただし、超音速で飛ぶ飛行機に対して、ソニックブームの被害、デメリットをゼロにすることは物理的に不可能なんだ。残念だけど、100% 完全静粛超音速機というものは世に登場することができないようだね。けれど、限りなく弱くすることは可能だということは分かっただろう。つまり超音速旅客機ではなく静粛超音速機を作ることは十分に可能な領域であるということだね。そういうことだ。近年、静粛超音速機 QSST だけの問題だけでなく、日本の JAXA 宇宙航空研究開発機構でも、静粛超音速の研究が積極的に行われているというぜ。また、F-15 戦闘機では、クワイエットスパイクと呼ばれる、低ソニックブーム実験装置を搭載する実験が行われているそうだ。日本でもそういう研究が行われていたなんて知らなかったよ。あまり詳しい人はいないんだろうな。静粛超音速機 X-59QSST が誕生したら、それはコンコルドの復活を十分期待することができる出来事だよね。人類は静粛超音速機を実現、さらに、コンコルド以上のスピードを実現することになるかもしれないね。期待しちゃうよな。やっぱり早いことはメリットなんだ。地球をどんどん小さくするのが人類進化の夢だからな。でも静粛超音速機はどんな風にして、ソニックブームの問題を回避することができたんだろう。そこにはソニックブームというものをなくすというのではなく、コントロールするという考えがあったんだ。ソニックブームの正体を追求すれば、超音速旅客機の一つの場所から発生するということではなく、超音速旅客機の機体いろいろな場所において強さの強弱、指向性もバラバラなものが複数発生することが分かったんだよ。ふむ。つまり、複数生まれるソニックブームが、それぞれ重なり合うことによって衝撃的爆発音が炸裂してしまうことになるんだね。そういうことだ。バラバラのものが、それぞれ因果関係を持ち大きな力を、及ぼすというメカニズムを知ることができれば、それぞれをコントロールして、うまく重なり合わないようにすることで合わさることを回避することができる。そのような方法を実現することができれば、ソニックブームのデメリットに、人類は打ち勝つことができ、再び超音速旅客機を空に飛ばすことができるんだ。なるほど。ソニックブームをコントロールするためにはどうすればいいのかな？それに関しては、旅客機の形自体に注目をしたんだぜ。本来の旅客機のチューブ型をした胴体と翼のスタイルではなく、長い機種と胴体、デルタ型の翼を持ち、さらに円滑に接続し、機体表面の圧力揚力の分布を慎重に計算し尽くされたメカニズムだ。へえ、研究に研究を重ねて、実現したんだね。ああ、今まで存在していた超音速旅客機は、高度2万メートルの高さで飛行している時でもソニックブームが発生して、90デシベルの騒音が地上に到達してしまっていた。うわぁ、90デシベルの騒音って、地下鉄の中にいるのと同じレベルだよね。それがどのくらいまで下がったの？静粛超音速機、QSST は、60デシベルまで抑えることができたんだぜ。60デシベルというのは、通常私たちの日常生活で頻繁に遭遇する程度の騒音だという認識でいいだろう。それなら問題なさそうだね。超音速旅客機が60デシベルのソニックブームで飛ぶのなら、何も問題は起こらないね。ソニックブームはなぜ起こるのか？その6、オーバーチュアの実現。それほど遠くない未来に、新しい世代の超音速旅客機が登場するとも言われているぜ。あら、今度はどの国が作っているのかな？
ブームテクノロジーは、アメリカ合衆国の航空機の開発製造会社だ。それは2014年に超音速旅客機の開発を目的として設立されたんだぜ。目的がはっきりしていてよろしいですね。ブームテクノロジーのオーバーチュアは、マッハ 2.2 で飛ぶことができ、コンコルドよりも経済的に飛ぶことができると言われているぜ。コンコルド以上のものが実現しても料金が高いのなら、やっぱり時間がかかっても安いものがいいと思うもんね。そうだろ。けれど座席、マイルあたりのコストは、現在の音速旅客機のビジネス、クラスまでは、到達することができると言われているんだ。それはすごいね。だったらビジネスで急いでいる人々は、会社が負担をしてもスピードの方を優先しようと思うだろうね。だな。また、それは最新のコンピューター技術で作られる保守的デザインの超音速機であり、安全性の高いフライ、バイ、ワイヤ操縦系統を装備、機体随所にコンピューターが使用されているんだぜ。コンコルドとは似ていることは似ているのだけれど、胴体、主翼などメカニズムは軽量で耐熱性は高く、3D 成形の容易な炭素繊維複合材製を使用し、主翼を胴体上部に取り付けられる点などに対しては大きな違いを見つけることができるんだぜ。わぁ？そのオーバーチュアは、どれくらい地球を小さくすることができたのかな？オーバーチュアは、全席ビジネスクラスで最大88名の乗客を乗せ、マッハ 1.7 で飛行、ニューヨークとロンドンを4時間以内、サンフランシスコと東京を6時間以内で結んでいるんだぜ。お見事だね。ソニックブームはなぜ起こるのか？その7、技術実証機 XB1。 XB1 は実際のオーバーチェアの縮小バージョンだ。商用旅客にビジネスクラスのようなアメニティを提供する客室はない。エンジンは3機搭載し、垂直尾翼前のドーサル、インレットと胴体側面のインレット2個から空気を取り入れているぜ。へぇ、縮小版も作られているんだね。ああ、XB1 の完成が近づき、技術陣の主力は初飛行を目指す。オーバーチュアの原設計の見直しをし、第二次設計作業に着手している段階だぜ。一体どんなところが変わるの？オーバーチュアの胴体尾部にエンジン3機を装備する基本形式は変わらないのだけれど、XB1 の実験飛行で得ることができたデータで、これまで明確でなかった箇所が明確となり、第二次設計に対して多く反映される予定となっているぜ。まだ開発中なんだね。ああ、オーバーチュアの開発は現在最初の模型の段階となっているんだ。2020年10月にプロトタイプ機の XB1 をロールアウト。2021年後半にはカリフォルニア州モハベの基地から飛行する計画でいるんだぜ。オーバーチュアが実際に飛ぶことができたら、コンコルド以来待ちわびた超音速旅客機ということになるんだね。待ち焦がれた人々もいるだろうな。オーバーチュアは、持続可能な燃料 SAF オンリーで運行する点にはコンコルドとの大きな違いがあるんだぜ。私たちはいつから搭乗できるようになるのかな。オーバーチュアの気になる就航開始は、2025年にロールアウト。2026年に初飛行を予定していて、2029年の就航開始を現在目指しているんだぜ。今が2022年だから、あと7年後か。とっても楽しみだね。さて、ソニックブームとコンコルドのお話。ひいては未来の旅客機のお話はいかがでしたでしょうか。面白かったよ。人類はやっぱりスピードを夢見たんだね。地球は小さいほどいいということではないのかもしれないけれど、果てしない夢は現在、再び実現の方向へと向かっているぜ。でも人類が偉大な発明をすればそれは戦争に直結して、戦意識を刺激させてしまうということなのかもしれないよね。そのあたりのことはよく考える必要があるね。難しい問題でもあるな。だとしたら静粛超音速機は誕生しない方がいいということなんだろうか。それでも人類は、コンコルドを再び取り戻そうとして、またコンコルドを超えようとしているね。私たちはもっと早く、もっと早くということを期待してしまっているのかな。南極まで瞬間的にあっという間に行くことができ、そしてあっという間に帰ってくることができてしまうようになるんだもんな。夕方、南極に行ってちょっと涼みに、ということも決して不可能ではないのかも。現在、オーバーチュアの計画は進行中、すぐにそれは空に大きく舞い上がることだろうな。そうだね。私たちは静かに見守ることにしようね。ああ。この動画が面白かった、ソニックブームの世界をもっと覗いてみたくなったら、チャンネル登録、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。私は音速でポチッと押したよ。ボタンが壊れるからそれはやめておけ。それでは視聴者の皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。